ってった人がここにいるはずな。お布団。そういえばさっきリヴァイが布団持って歩いてたね、ミケ。そのリヴァイさんって方を呼んでください。ああ、そういうことなら。はい。空のペットボトル。さあ、行ってみよう。あ、はい。おいガキ、ペットボトルは分別して資源ゴミに捨てやがれ。やーリヴァイ、今日もナイスなハリセンさばきだね。さすが人類最強の男。黙れこの貴公子。やっぱりこの人が人類最強の壁ビカブ。なんでだ、入部届は出したはずだろ。だってうちの部非公認だから入部届受理されるわけないじゃん。バカ。なんでだ支持率ゼロって逆にすごいですね。すがすがしいくらいのトベだね。うるせえ、ハンジさん。廊下で騒ぐなガキども。あるかも。今回の生徒会の不祥事をすっぱ抜いたのは新聞部のイルゼという生徒なんだけど、そのイルゼの手帳にはこの学校の全てが書かれているって話なんだ。そんなすごい手帳が誰か見たことのあるやつを。リヴァイは見たよね。ああ、ちょっと待ってよ。負けてられっか。手帳を手に入れるのは俺だ。俺たちも行くか、ベルトルト。廊下を走るな、ガキども。今日こそ私は焼きそばパンを買う。リヴァイ、借りたパン代はおとつい返すよ。黙れ、クソメガネ。私の結婚してくれ。やってるね。ハンジさん、リヴァイさんも。なんか去年もこんな光景見た気がするよ。おい、掃除を始めて何分だ。10分くらいだと思いますけど。俺たち3人なら2分でこの場合は綺麗にできる。おい、お前ら。そこは吐いたばかりだ、気安く入ってくるんじゃねえ。ねえ。3人が勝ったならこれ使ってもいい。いいよね。いいでしょ。多すぎだ、クソメガネ。そういえばリヴァイ先輩たちは。ごめんよリヴァイ。立ち上がれクソメガネ。リヴァイ。じゃん。点数が良かった方が焼きそばパンをおごるってのはどう。黙れ。嘘嘘、冗談だってば。リヴァイ、聞いてほしい話がある。私は今とてもお腹が空いている。そして財布には21円しか入ってない。どうだ、そんなかわいそうな友人を前におごらないなんて両親の呵責に耐えられないだろう。さっちゃんイカでも食ってろ。何言ってるの。あれはイカであってパンじゃないじゃない。イカ、ふざけたことを言って話をはぐらかさないでもらえない。イカ、後出しで話を持ちかけた上に代替案を提示してやった俺に文句をつけるとは、頭までクソになったのかおめえは。あ、確かに手段を選ばず焼きそばパンをたかる私の行動は人として最低だったかもしれない。でも、でも私はやる。飢えて死ね。俺の名を語んじゃねえ。ったく、何してやがる。ハンジ先輩が突然来て暴れ出して大変だったんですよ。リヴァイ先輩、引き取ってくださいよ。いらん。ハンジさんのフライングボディープレスでオレオさんが犠牲になったんですから。知らん。これで分かってもらえたかな、リヴァイ、私がどれだけ本気なのか。てめえ
めえの脳みそが本気でクソなのはな。なるほどな。貧血の原因はこれか。リヴァイさん、そうなんだ。彼らの膨大な餌代でずっと部費は赤字で、私のお小遣いを当てても点で追いつかなくて。仕方ねえな。リヴァイ、おごりはしねえ。後で返すもんは返せよ。リヴァイ、ほら。これは巨人の餌だろうな。そっち、てめえは21円でサッチャンイカでも食ってろ。まったく素直じゃないんだから。ソニー、勝手に行っちゃダメじゃないか。とっとと行くぞ。うん、リヴァイ、それは？これはイルゼラングナーの戦果だ。じゃあソニーに届けさせよう。まずは過去5回の部活動で行った実験の反復から始める。先輩、下がってください。ほら、ソニー、くすぐったくないの？どんな感じ？何？どうしたの？先輩、下がってください。今のは惜しかったよ、ソニー。あんた、本当に死にますよ。先輩、あなたが笑う必要は？これが笑わせにいられるか。ビーンがこんなにくすぐったがっているんだぞ。ビーン、頑張れ、耐えるんだ。うわ、見ろ、モモリット。ビーンの顔が大変なことになってるぞ。スケッチロー、これ元の顔に戻るのか。うわ、先輩、あなたに人の心はありますか。これって絶対絶命ってやつじゃないですか。どうすれば。ひざまずけ、豚どもが。クリスタルと見せて顔に裏を見されば、救いを求めるのならば、ひざまずけ。ラボー、かっけー。なんだかんだ言って来てくれたんですね。どこの誰だか知らねえけど助かったぜ。アホか、どっからどう見ても。大きな前進です。そう、今こそ拘束を見直す時なのです。今一度見つめ直しましょう。